はい、マサコーチのオールナイト一本 in ダイエットということで、今日はね、肉体改造を最近してますマサコーチが、まあ、その減量に関して、ね、ちょっとお話ししたいと思います。減量って言いましても、あの健康になるための減量なのか、それともなんかスポーツとか、まあ、ボクシングとかもそうですけども、そのスポーツのための減量なのかっていうのをまず2種類あると思います。でただね、ダイエットも同じことなんですけども、健康であるために痩せたいのか、不健康になっても痩せたいのかっていうところなんですよね。で、あの最近よく言われてますが、痩せる薬とか、 あとはそのカフェイン摂取、カフェイン取るともう痩せやすくなるとか、まあ、あとは特保とかで出てるいろんなお茶とか、まあ、そういうので、まあ、痩せるっていうのももちろん変わってくるんでしょうけども、結局それって強制的に、なんだろう、そういう痩せやすくさせてしまうっていうことなので、健康的かどうかって言ったら僕はちょっと疑問に思うようになりました。あとはこう食べないで痩せるとか、そういうのもそうですけども、で基本的に脂肪燃焼っていうのは、要は有利脂肪酸っていうのがあって、要は皮下脂肪が溶けて血液中に、溶け出すと、それをエネルギーにして、運動するから、どん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 脂肪が溶けていくというか燃えていくっていうことなんですけど、その有利脂肪酸っていうのを促すために必要なのが、まあ、よく言われてるのが、まあ、20分程度ちょっとかジョギングしたりとか、まあ、有酸素運動すると、まあ、有利脂肪酸が分泌され排出されだし、でそこからの運動がどん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 エネルギー消費、脂肪をエネルギー消費として、なんだろう、燃焼していくから痩せていくっていう、まあ、理論なんですけども、例えばね、それをそうお茶とかで有利脂肪酸を排出させるとか、あとはカフェインで有利脂肪酸を排出させやすくするとか、まあ、そういう風にして、まあ、促して痩せるっていう手段もあるんでしょうけど、やっぱ自然ではない。でマサコーチがいつも心がけてるのは自然に痩せていこう。だから、ぶっちゃけ1週間に1回焼肉叩く食ってるし、普通にご飯食べてるし、別に、まあ、そんなに食事を減らしたわけでもないですが、ここ1ヶ月で6キロぐらい痩せました。まあ、どうやって痩せたかっていうと、まあ、ジム通うようになったんですけど、まあ、ジムっていうとすごいハードワーク、すごくめっちゃ疲れるイメージあるかもしれないですけども、実際そんなことない。ジム行くと何が違うかって言ったら、運動しようってモチベーション勝手に上がりますね。そこに踏み入れた瞬間、なんか慣れない、みんな頑張ってやってるし、その空気に流されて運動してしまうっていう現象が確実に起こります。で、まあ僕月何、まあ、1万円近い月謝払ってそのジム通ってますね。高いなーつって、近所の体育館とかジムあるからそこ行けばいいじゃん、そんな数百円ではないですね、話も聞きますが、その数百円で行こうとなんてしなくなりますよ普通僕前もそうやって試そうと思いましたけど全然行こうと思う。たださすがに月謝1万円払ったらこれ行かないともったいねえなって思って、もう行かなきゃこれダメだなって本当勝手になる、うん、だからどうこうモチベーションを上げていくか、どうこう続けていけるかっていうために、あえてこうそういうところに一歩踏み出してみると、意外とあれなんか楽しいなってなってくるっていうことが分かりました。で、まあ、先ほども言いましたが、その有利脂肪酸っていうのをどう排出させてそれを燃やしていくかっていうと、結局20分間ジョギングして、で有利脂肪酸出てくる、でそこから筋トレを始めるっていうのが、まあ、大体普通のやり方なんですけども、ちょっと勉強したら筋トレしたら結構有利脂肪酸の排出が始まると、脂肪が溶け出すっていうことも分かったんですね。だから最初に筋トレをしてから20分ジョギングした方が、運動強度としては高いんですよ。だからジョギングしてから筋トレするよりも筋トレしてからジョギングした方が圧倒的に痩せる、まあ、ウォーキングでも圧倒的に痩せるっていう感覚、まあ、個性ある、個人差あるのかもしれないですけど、それは僕は確実に感じてます。なのでいつもジム行った時は、
まあ大体の人先走ってから筋トレやってますけど、僕先に筋トレやってから最後20分30分ぐらい軽く走る。そしたらもう飯ガンガン食ってますけど、6キロぐらい痩せましたね。で基本的にやっぱ筋肉を鍛えると代謝が増えるから、寝ててもその消費代謝っていうのがうまく整うので、筋トレっていうのは確実に必要で、それも細かい筋肉というよりは背筋とか腹筋とか太ももとか大きい筋肉、あとはそのインナーマッスルの要は中の筋肉っていうのをちょっと動かしたり鍛えたりするだけで勝手に代謝って上がるので、それでも痩せやすくなるということですね。またねこれからこう減量していく上でいろんな報告っていうのができると思うので、皆さんもぜひ試してみてください。基本的に有利脂肪酸っていうのがポイントで、有利脂肪酸っていうのは何なのか、有利脂肪酸さえ把握して有利脂肪酸を理解して、で有利脂肪酸をうまく利用できれば誰しもが痩せてバッキバキのフィジカルに持っていけるっていうことなので、これをね機にね、減量したいとか健康になりたいとかいう方はちょっとチャレンジしてみてください。絶対にねいろんなねそのやこれ飲めば痩せるとか、これ飲んだら痩せやすくなるとか、これがいいとかですね、結構決まった出てるダイエット法っていうのは結構強引なダイエット法なので、まあぶっちゃけそのスポーツとしてすぐ痩せてみたいな、そういう人にはいいかもしれないけど、健康的に痩せたい、あとリバウンドしないっていう意味ではもう絶対に自然に痩せた方がいい。で自然に痩せるのって大変だろうと思う、大変じゃない。じゃあどうやって痩せればいいか、どうやって運動量を増やせるか、したら高い月謝払ってジムに行く、これが一番。近くに数百円で行けるジムがあったとしても数百円じゃ絶対誰も行かない。だけど1万円近く払えば行かなきゃこれ損でしょって確実になる。で行ってしまったらそこですげえなんか頑張ってる人たちいっぱいいるから、なんか自然とね頑張れちゃう、これがポイントですね。まあ皆さんももしよかったらやってみて、そして、まあ感想とかありましたらねコメントください。ということでまさにコーチでした。バイバイ。